YouTube ご覧の皆さん、こんにちは。突然なんですが、この動画を見てるあなたは、こんな悩み抱えてませんか腕前 X X ききたたけどなななななかかか時時間間取られへへんん練習したくてももででいい人でも X に行ける方法ないかなというわけで、今回は、時間がなくても腕前を上げる方法、教えます。はい、どうもこんにちは、りょうろです。今回の動画では、仕事とか、学校の勉強が忙しくて、プレイ時間を多く取れない方でも、できる限り早く腕前を上げるために、やるべきことをお話ししていこうと思います。ただし、前提として、この方法は、本当に手段を選ばず、腕前を上げる方法、X に行く方法になるので、スプラトゥーン自体が上手くなり 人にととってはは最善の方法ではないということとをご理解いいただけると嬉しいですこの場合のスプラトゥーンが上手いの定義は、腕前 X になることではなくて、いろんな武器がある程度使えて、対面とか塗り、ルール関与すべての技術のレベルがまあまあ高いということを示しています。まあ、簡単に言えばパッと誰が見ても、まあ、上手いね、と思うレベルのことです。では早速話していきます。あなたがこれから最短で腕前 X を目指すためにはやるべきことがいくつかあります。まず一つ目がルールを絞るということです。あなたに時間が悩んであれば、ルールを絞りましょう。家に帰ってから風呂入ってご飯食べて勉強してゲームみたいな生活をしている人は、 自分がやりたいルールに合わせて順番変えましょう。ほんまは勉強の時間やけど、やりたいルールが来てるから、ゲーム先にして勉強は後からするみたいな感じです。時間はないけど、全ルール X 行きたいみたいなそんなバカな幻想は捨ててください。時間があって X を目指してる人たちがいる中で、時間がないのに全ルール X 行くなんて難しいに決まってます。まずはルールを一つに絞って、そのルールでの動き方とか立ち回りを学んでいきましょう。バカった。じゃあリオラ、お前の言うとおりにルール一つに絞るわ。でもじゃあルールどれにしたらええんやっていう疑問が次いきます。これに関してはすごく簡単です。あなたが得意なものにしてください。僕からおすすめのルール等は絞 ありませんなぜかというと、自分が得意なもので戦った方が自分が有利だよねっていうめちゃくちゃシンプルな理由です。プロボクサーはボクシングだったら最強やけど、野球やらしてもダメだと思います。それと同じで、あなたはヤグラが得意なのに僕がホコやれっつって、ホコやらして負けるなら意味がないんですよ。なので自分が得意なルールを選んでください。自分が得意なルール内容って人のために強いてお勧すすめするなら、矛がヤグラかなと思います。理由としては他のルールに比べると単純だからですね。では次二つ目いきます。時間がなくてもウルマイクスを目指す方法二つ目は、メイン武器を捨てましょうということです。これは一部の人にしか当てはまりま ませんが、キルを重視した武器を使っている人は今すぐ捨ててください。捨てて若葉シューターとかスプラシューター、ベッチなどの塗りができて、スペシャルで味方のサポートがしやすい武器にしてください。なぜかキルっていうのはスプラトゥーンの中でもトップレベルに難しい技術が必要です。エイム力、キャラコン有利対面か不利対面か見極める潜伏のタイミングとかも。まあ、他にも細かく言えば様々な技術が必要になってきます。そのたくさんの技術を時間がない。あなたが練習したらいつまで経っても x なんていけません。あなたは時間がないんだから、周りよりも練習できないんです。だからキルに比べて技術の練習が必要ない。 のサポーートそれれからルール関与これに提出してくださいでは、最後3つ目いきます。正直言ってこの方法で腕前を上げるなら、この3つ目が一番大事と言っても過言ではないです。何かっていうと、感情的にならないことです。この方法は、味方を完全にサポートする立ち回りになるので、キルとか、対面買ってライン上げるっていう、難しい仕事を完全に味方に任せることになります。ってことは、自分がいくらどれだけサポートを頑張って、ルール関与しようが、味方がキル取ってくれないと負ける試合が出てくるんです。でも、そんな時に感情的になって、自分立ち回り間違ってるんじゃないか、っていう風に考えてしまうと、立ち回り結局迷走して、 めちゃになってしまうんで、どれだけ味方が弱かろうがサポートするってことに徹してください。まあ、明らかにキル取れるみたいなところではとってもいいと思うんですけど、感情的になって突っ込んでレスが増えちゃって勝てるはずだった試合を落としてしまうというのが一番もったいない時間を無駄にしてしまう行為になるので、感情的にならないように気をつけてください。実際に味方のサポートの仕方が今回の話だけだとわからないと思うんで、実戦でお見せしていくんで最後まで見ていってください。はいというわけで今回は六つごろのガチエリアでやっていこうと思います。で武器なんですけど、先紹介しなかったんですけどムジジェットスイーパーを使っていこうと思います。はい。 この武器塗りがめちゃくちゃ強いってわけじゃないんですけど、射程がね、めちゃくちゃ長くて、もう敵に対する圧をバンバンかけられると。うん。で、まあ、ガチエリアって戦う場所変わらないから射程の圧ってめっちゃ強いんよ。ヤアクラとかホコはまあ戦う場所変わるから塗り武器とか、まあここまで効く武器の方が良かったりする時もあるんだけど、まあエリアは塗る場所、塗る場所とか戦う場所変わらないから射程でどんどん圧かけてライン下げていければなっていう感じで使っていきます。はい。で、ミサイル吐いて初動は。で、エリア塗って、 で、こっからね、こっから、あの、ミサイルマンをね、あの、みんなが大っ嫌いなミサイルマンは、<laughs> あの、後ろ、縄張りバトルして、ミサイル貯めて撃つだけやねんけど、ここでしっかりと前に出て、敵に対して圧をかけていくと。こう、味方と一緒にライン上げていってあげる。こう、味方が前に行ってたら、それについていく形で、まあ、無理はしないの、当然やねんけど、まあ、今のもうちょっと前に行ってもよかったかな。今回はちょっとわかりやすく、極端に、えー、味方のサポートやっていこうかなと思います。はい。で、押さえて、敵の打開の時も、こんな感じに圧をしっかりとかけていくと。危なくなったら、すぐ下がる。 大事なのが、えー、しっかり射程圏内に、えー、射程圏内な、あの、最長射程で戦うこと。うん、しっかりと射程の圧をかけていく。もうデスをせずに、ひたすらもう、サポートやから、もうできるだけデスはしたくない。でも、味方のために動きたい。だから、最長射程でひたすら、敵に対して圧をかけていく。こんな感じ。もう敵を前に出させない。こんな感じで。嫌がらせひたすら。前出てくんなよ、つってこうやって。こうやって,やってるだけで、もうどん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 カウントが進んでいくと。で、こうやって味方が死んじゃった。 で、味方のサポーターがうまくいかなくて味方が死んじゃったってなったらもうおとなしくこうやって逃げる。もうどんどん逃げる。うん。で、こうやって、あの、見てない時に倒してあげる。もうこれだけでいい。で、ミサイルも、これちょっとミサイルに一応ミスったね。下じゃなくて上に入れればよかったね。あの、ミサイルも基本的には自分と戦う敵じゃなくて味方と戦いそうな敵に入れてあげてください。はい、これもひたすら塗ってミサイル溜めます。打開時も。もうひたすらミサイル、ひたすらミサイル。で、味方の方にミサイル入れてあげる。で、下は自分で耐える射程を使って。うん。 敵が固やか確認しながら射程使ってひたすら耐える。で味方が上でキル取ってくれました。ミサイルを利用してキル取ってくれました。人数よりができました。そしたらどんどん一緒に行くと。うん、でまたミサイル入れてライン上げていくと。こんな感じだね。で味方とは一緒に合わせて前に行っていくって感じだね。でこれ味方前に行ってるから一緒に戦っていくと。はいはいはいクソイムクソイム <laughs>、まあ。弾当たってないけどま撃、あ、ってるのが大事だねすごく。圧はかかるから。 で、えー、敵の方向も注意しながら、まあ、ミサイル溜まりそうか、ミサイル止めてって感じだね。で、これスペシャル来てエリア塗られそうだから、一回下がって無理はしない。うん。で、またミサイル入れてあげる。本当にこれだけで、あのー、味方のサポートできてるから大丈夫。うん。しっかりと圧をかけながら。で、無理はしない。無理はしない。でも、引きすぎない。そこは大事。引きすぎると、本当にそのミサイルマンになっちゃうから、こうやって味方が前に行ったらそれについていくように。自分は無理しないで、ついていくように。こんな感じに。 ちこインクなくなっちゃったけど、そうね。はい、こんな感じ。戦ってるとこしっかりカバーしてあげる。で、残ってる敵に対してもミサイルを入れるか、まあメインで力圧を変ていく。こんな感じだね。はい。もう自分が1対1の対面をすることはなく、味方のカバーをひたすら徹底して、えー、射程を使ってやっていくって感じかな。もうこれをしてるだけでね、あの、まあかなり味方にとってはありがたいんじゃないかなと僕は個人的に思います。はい。何もできずに、こう、キルできずに死んでいく人よりは、こうやって、 あの、射程で圧をかけてミサイル吐いて、味方のカバーをしてあげる。これだけでかなり味方にとったらね、動きやすくなると思います。はい。で、引くときはこうやってポイズン投げてあげるとかね、してあげるとさらに味方動きやすくなるかなと思います。はい。で、味方死んじゃったから、えー、あ、これちょっとミサイル入れなくてよかったね。なんか癖でミサイル押しちゃったんだけど、味方死んできつくなったらこうやって帰ればいいから、リスポーンに。うん。上のイカランプちゃんと見てね。<laughs> で、打開だね。またミサイル貯めていきますとで。今のシーンはミサイル吐かずに持って帰ってよかったね。で、すぐ上に入れてあげればよかった。で、またすぐ溜まるから、 入れてあげると。あ、で、ギアやねんけど、ギアはね、あの、試合の最後で見れるんで、そこで見てください。で、また、あの、味方の方にミサイル入れてあげて、下のやつは、え、無理しないで、死なないように見てあげるだけでケ、OK、ー、うん。で、えー、来てるから、これも下がると。無理はしないね。で、下が、えー、引いてくれたから、え、前に行くと。味方を押して。で、味方に合わしてもまた <laughs>、もう一緒。もう味方に合わして前に出ていく。ひたすらこれ。うん。で、ミサイル溜まってるから、また入れてあげると。味方のカバーで。 で、エリアの管理もして。で、これ人数よりついたから、まあ、ほぼ勝ち書くかな、これは。そうだね。もうこれでほぼ勝ち書くかな。うん。もうゼロです。ミサイルもたくさん吐けたし、まあ、あ抑えのカバーキロもできたし、打開のカバーキロもできたし、もうこれだけ。本当にこれだけでいい。うん。まあ、ルール変わったり、ステージ変わったりで、多少の立ち回りの変化はあると思うんですけど、そこは今のこの6つ頃の試合に当てはめて考えてみてください。で、よかったら皆さんの晩ご飯コメント欄で教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。